夫婦なんですけれども、学生時代同じ大学で同じサークルで先輩後輩だったんですけども、そこから、まあ、付き合って結婚っていう形になりました。まあ、僕が結構だらしない部分があるので、ちゃんとしっかりやってくれるっていうのもすごいありがたいなと思うんですけど、やっぱ僕に持ってない部分をいっぱい持ってるので、まあ、一緒にいて、まあ、楽しく過ごしていけるかなっていうのが決め手になります。プロポーズっていうほどのもの特にされていなくって、まあ、自然ともう結婚しようかっていう感じで流れで結婚しました。やっぱり、まあ、真正面から言葉をもらいたいなっていう感じはあります。麻酔乗せていきますね。ちょっとひんやりします、はい、でその間にお色味決めていきますね、はい、一番左から明るいお色になってまして、はい、この辺が、まじ髪の毛には一番馴染むかなとは思います、はい、一番左のお色がお好みでしたら、はい、まあ、これベースに少し暗い色混ぜるっていうのもできますね、はい、じゃあちょっとそんな感じに見てみますか。はい、ます、はい、かしこまりました。はい、お預かりいたします。ちょっと場所によって痛いところもあると思うんですけど、我慢できないようだったらおっしゃってください、ね、はい。まず1本描いてみますね。はい、どうですか？あ、全然大丈夫そうですか？じゃあ続けますね、はい、あんまりメンテナンスというか自分でしてこなかったので、まあ、結構だいぶ印象は変わるんじゃないかなと思います。あと普段多分マスク外でつけてたりすると思うので、まあ、目元変わるだけでだいぶ僕の顔の印象変わるような反応を見せてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。どうぞ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと直後なので濃く感じるかもしれないですけど、はい、これもうちょっと色は落ち着きますね。あ、すごい。形どうですか？いや、すごい理想通りの形となってます。気になるところありますか？あ、いや、特に気になるところはないですね。わかりました、はい、ここまで眉山の右に比べてちょっとこう薄いの分かります、はい、自前がちょっとそこはないところで、はいはい、ちょっと薄いんですけど、多分生えてくると思うんですよね。そうです、多分剃っちゃってたと思うので、はい、ちょっと薄くなってるかなと思うんですけど、はい、まあ、すごく気になるわけではないですけど、はい、ちょっとここだけ薄く見えるかなって感じです、はい、わかりました。思ってたよりも自然な感じの結果となっている感じですね。なんかもっとべっとり入れ墨みたいなのがその見える状態なのかなと思ったんですけど、すごい自然な仕上がりになってるなと思いました。1本目いきますね。見た目大丈夫そうですか？はい、大丈夫です、はい、じゃあ続けていきますね。自分がもともと髪型があまり眉毛が見えないような髪型なので、多分あまり眉毛を主人も見たことがないと思うんですけど、やっぱりパチッと決めてる眉毛見たら多分印象って全然変わると思うので、なんか新鮮でいいねっていう風には言ってくれるんじゃないかなと思います。お仕上がりご確認お願いします。あ、すごい、すごくとっても綺麗です。 ありがとうございます。はい、すごいお似合いだと思います。はい、なんかもう自分の眉毛ともすごい、なんかどれがもう自分の眉毛か分かんないような感じで、すごく馴染んでて、あ、はい、ありがとうございます。気に入りました、はい、
今日、こんな感じで毛があるところもないところもライトメイク入ってるので、はい、この動かない線に沿ってシェービングしていただくと、はい、すごい形、今日みたいにしっかり出てくると思います、はい、やってみてください、はい、ありがとうございます、はい、直な乾燥もすごく綺麗で、何でしょう、こんなに違和感なく形もあと自分の眉毛との差もなくってすごく気に入りました。やっぱり眉毛の形とか自分でうまくできなかったのが今回眉アート通してすごく綺麗な形で施術していただいたので、もうそうですね、結婚式とか結婚式に向けての前撮りとかもすごく楽しみになりました。じゃあ眉毛綺麗に施術していただいたので、せっかくならちょっと着替えて旦那に会いに行きたいと思います。変わったね。変わりましたね、うん、すごい綺麗な、眉毛で、ピシッと決めてかっこいいです前髪上げてるの初めて見たから、はい、緊張しますね。ちょっと、今回、改めてプロポーズという形で言葉を送らせてもらおうかなと思って、はい、はい、まず今日で、今日でというか、あと10日ぐらいあるけど、7年間一緒にいてくれてありがとうございます。すごい長い年月だったけど、いろいろ大変なこともあったりして、これからもやっぱ結婚生活で大変なことあると思うんですけど、それ以上に幸せとか楽しいこととかを育んでいければなと思ってます。はい、はい、で、ちょっと改めて伝えさせていただきたいんですけど、僕と結婚してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もちろんです。はい、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします、よろしくお願いします。すいません、こんな感じだとは。なんかすごい今近くで見たんですけど、ちょっと色味も少し入ってて、なんかやっぱり自分の眉毛よりもこうアートメイクした後の方がすごくキリッと綺麗に見えるので、すごく印象がいいなっていうふうに思いました、そうですね、僕も、基本的に垂れ眉な感じだったので、今までにないすごいすっきりした印象になって、あと前髪もこれに応じて上げられるようになって、なんかすごい、新鮮な気持ちになりました。はい、私はもう満足度 100% です。 100% です。のこととかって聞いてたんですか？いや、聞いてなかった。あ、スーツ持ってきてくださって緊張って、はい、そんな感じだと思わなかった。なんかリアクション大丈夫かなと思って答えの忘れてたでしょ。急だったから
今日はありがとうございました。ありがとうございました。